おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のとえです。木近藤は WebVR をやっています。今は、あ高橋義長先生のおスライドをベースに、いい私自身がメタクエスト2のコントローラーのプログラミングを勉強したいということで、コンテンツを探していて、このスライドに行き着きました。で、今はこのスライドでシリーズを撮っています。 でちょうど今このスライドの半分ぐらいですかね、えー、に切っていましておはどっかでなんか Siri って呼びかけましたかね、えー、iPhone が動いてしまいました真ん中ぐらいこの辺ですかね、えー、どうこの辺りか書いてみましょうかこの辺りを進めてきてちょうど3の オースプリクトのインタラクションで最後こんなちっちゃな球が飛び出したりとかこの黄色いこれをつかんだりとかいろんなことができるチュートリアルです。で、これを進めていてちょうどここまで終わってで、ここで、えー、このスライド以外に出てくるいろんなアクションも自分なりにやってみました。で、ちょっと昨日はですねなんか画面の動きが変なので あ、テレポート。これもやりましたね。ここまでやりました。テレポートまでやって、画面の動きが変だっていうので、昨日は少しいい確認動画を撮らせてもらって、今日はここからということになります。この後、やりたいことのマニュピュレーションということで、交差判定。このレイクラスターっていうのも、レイキャスターか。キャっていうのもよく出てきて、えー、これがなんかこう、これ書き出してるんですかね。こういう線が出るのかどうかわかりませんが。 これで、この、これとぶつかるかどうかみたいなやつを、これめり込んでぶつかって、インターセクトをぶつかったっていうのが分かったら、グリップダウンしたら、持ち上げて、マニプレート、動かしてますよという動きを作ると、なかなか面白そうで、ただ、ここから今日と明日で今週終わってしまうので、ちょっと進んでいけるかなっていうのが、まあ、チャレンジングなところかと思っています。はい、じゃあ、スライドを進めていきましょう。 で、えー、ここのシーンの中のカメラ作ってエンティティの塊にしましたよっていう中に、いいこういうのをさらに出しましょうと、コントローラーのエンティティに注目、あ足すわけじゃないですね。ここまで出したんですよね、この前、確かテレポートするために。ここを注目して、ここにキャスターを。 設定するとこれは交差判定のために必要だって前のスライドに書いてありました。で、オブジェクトコロン、コリダブルっていうのはあ、どっかに書いてあるんですコ,コリダブルブ、干渉っていう意味じゃないですかね。コリジョンとかいうので、ぶつかったかどうかっていうオブジェクト等っていうふうな意味ですかね。ドットがついてます。で、それに、 ファーっていうのは距離のことですね。ここで1.2メーター以内って書いてあるので、だから遠くのものをつかもうとするとここを長くすればいいんですかね。この一行を足して、後で解説となってます。もう少し詳しくくるんです,がこれですかねえ。反対側の手も同じものを足す。反対側の手かな。反対側の手ですよね。レフト側にもライト側にも足すと。で、えー レフト側には X ボタンがあってテレポート機能があるんですけど右の方には AB ボタンがあって X ボタンはないのでこのテレポート関係の文言はないという感じですかねでここのクラスの「コリダブル」っていうふうにしてつかめるものにこれをつければ 交差判定の計算をする対象になるってことですかね。壁にはつけてないのでぶつかった判定はしないよっていうので、でこの一文を、うん、と箱と球とシリンダーに付け加えましょうと。で、さらに、マニュピレーションの開始と終了の条件ので、えー、グリップフェイルと グリップトゥルーとグリップフェイルうんと。グリップボタンを握ってるか否かを変数に覚えさせておきましょうということですよね。これにグリップっていうのをつけて、ここだけ EL がつくんですかね。なんかこ、ここも EL ついても良さそうな気がしますが、ともしかすると、ここは要確認部分かもしれません。と、これが、う ボタンのときはフェイルか。で、ダウンもアップの時もトゥルーにしましょうってことですね。なんか、ここがちょっと長そうですね。うんと、グリップアップ。うんと、レイキャスターが何かに交差したとき、アドエレメントリスナー、インターセクションファンクション。はい レイキャスターのインターセクションファンクションっていうので、このファンクションを使用と。で、h i s s e l e c t o b j e c t は detail の,の01。で、複数取られた場合は0番目を覚えておくと。で、これ解除されたとき、インターセクションがクリアになったら、あと、 オブジェクトの情報。この情報を空にしましょうと。これはテキスト7にソースがありますよということのようですね。で、マイフレーム、その処理をさせようと。オブジェクトに何か入っていたら、リターンあ、ノットがついているのか。で、グリップされてなくても、リターンと。 っていうことで選択中のオブジェクトがありかつグリップが握られてたら動かせようっていうふうに考慮しておけばなるということなんですかね。このファンクションに入ってきてこれが成り立ったらもうファンクション終わりこれが成り立ってもファンクションが終わりなのでこれがまあアンドみたいな形ですね。これも OK これも OK ならこの下の処理に来るっていう流れにしてでその下の処理にこんだけ書くってことですか。 うん、バーレイディスエレメントゲットアトリビュートレイキャスタードットディテクション、うんとうん、コントローラーに追加したレイキャスターを取ってきて、うん、ダ,イダ,イダイレクション、ダイレクション距離みたいなのを取ってきてるんですかで、P は n e w 3 v e タースリ3 レイ .x、レイ .y、レイという。なんか A フレームのなんか根っこにこの3っていうなんかパッケージがあるみたいで、なんか深く見ていくとこれがちらちら出てくるんですよね。A フレームの中身を見ていくと。なんかそこから、なんか、コントローラーが原点。手前の1.2メーター、手前の座標を計算。new。 ベクトル、三次元のベクトル計算みたいなことをするんですかね。これで、ディテクション、ダイレクション、距離みたいなやつを例として取って、それの x、y 取ったやつを p にして、で、p をノーマライズして、p をまマルチプライスカラーで1.2にして、この1.2の意味がちょっと <laughs> いい、何か知りたいなっていう気はしますけど、と で、ローカル座標のコントローラー中心のワールド座標に変換して、ここは座標変換をしてるんですね。これをワールド座標の場所に。うん、だからまあ、交差判定をしている座標っていうのは、なんか自分中心のところを、コントローラーの1.2メーター手前の座標を計算。 あコントローラーが1.2メーターのところにある。なんかこの1.2ってなんかキーワードなんでしょうね。で、これでうまくこの、この多分この1.2っていうのがこの1.2メーターなんでしょうね。これをノーマライズして、で、さらに1.2メーター手前になって、で、この P があーとワールド座標に変換して、 レイキャスターの先端に選択オブジェクトを追加させて、あうなはははなんか、掴んだ瞬間に、ちょっと遠くにぴょっと移動しちゃうように見えるのは、これのせいかもしれないですね。これで座標計算したんで、握ってる点を見つけてるわけじゃなくて、どうもレイキャスターの先端みたいな位置に、位置で握ってるんだよ、みたいな風に、ここで計算し直して、ここで js.l セレクトオブジェクトなんで、ここが僕 X とか Q とか円柱とかに置き換わってそれのオブジェクト3次元のポジションの場所をセットしましょうでさっき計算したこれで多分 P がワールド座標に計算され直してるんですよねそれの XYZ に置き直してやると物体の位置がここで逐字マイフレームごと書き換えられるので移動していくという理解でよろしいんでしょうか でこれをやったら動作確認ということになります。ここまでスライドを見てきて10分間か説明したので、これからプログラムを移植するっていうと結構時間がかかりそうですね。とこの作業をずっと押していくんですが、一箇所ちょっと気になったところがあります。これ、ここ、これはいいんですけど。 ここですよね。このグリップ EL ってつくんじゃないかなと思うんで、ちょっとここを動作しているプログラムで確認して、今日はちょっとまあプログラミング、実際にコードを置き換えていく前の勉強ということにしましょうか。もう10分喋ってますので。はい。で、えー、ちょっと画面を切り替えていきます。何に切り替えるかというと、まず、 ハブで、うん、と私のページですよね。うん、とページ図のこれで開いて、で、これの動いてるやつのソース、これが動いてるやつで、これが多分ソースだったと思うので、これをクリックして、 で、えー、これのソースが多分今やってるやつに近いと私は思っています。オキュラスでもの1.0時代に書かれてるみたいですよね。ずっとこのあたりファンクションがあって、えー、キャスターのこのあたりが今ちょうど どうやったところですかねここですね。This エレグリップフ,レフェイルになってますよね。で、これがトリガーダウンになっていたらってなってますね。で、ボールを出す。ここはボールを飛ばしてるんですかね。ここも出てくると思います。あ、でもいらないんですね。やっぱりグリップ、ドットグリップ。このエレの意味が今一つ私分かっていないからかもしれませんね。ここにエレがついているので、 数ですねこっちはここにこれの上の階層にエレがないのかっていうぐらいの理解しかできないのかなうんここにエレが入っていてファンクションになっているのでここにエレがついてるからここではエレがいらないっていう 感じかもしれませんすいません、この辺り私、いまいちオブジェクト指向の、Java のオブジェクト指向の突っ込んだ中級以上の上級レベルなのか、この辺りまでは突っ込めてないんですけど、ここはだからエレがついていなくて正解のようです。このスライドの私の疑問点、ここにエレがついてるけど、こっちにエレがいらないのかっていうのは、 どうもいらないというのが正解のようで、ここはこのファンクションの中なので、エレがついてるけど、これはこのファンクションがさらに、ここにファンクションがあって入ってて、ここに L がついてるので、JIS っていう場合には、ここまで入ってるんですかね。だからそれのグリップでいいということで、これで合っているということになります。はい。ちょっと今日はスライド見てずっとしゃべりましたが、まあ、これで、えー、あとはプログラムを改めて明日、 もうう度書いてい,けばいいといいてけばととこま,まああの20分動画で今からこうコーディングを貼り付けてやって作ってもいいんですがあちょうどこれをやりきるとコントローラーを使って物体を持ち上げるっていうところまでできそうなので明日までにどこかで時間見つけてコードを書いて コードの紹介は私が書いているところを見せるのに意味があるのかどうかあのそ,そこはちょっと疑問なんですが準備できればやっておきますしもし準備できなければ明日ちゃんと早く起きてですねちょっと打ちながらかやりながらってすると多分これだけコード書くとそこそこ時間かかりそうな気がするのでまあちょっと限られた時間ですけどどこかで時間を見つけて見つけられなかったら朝活ということで早く起きてやるようにしますはい今日もおー ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、木、金、土は WebVR、月、火、水はマイクロビットの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、えー、毎朝、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。